さあ、今回はですね、はい、先日行われましたね、ライジン、超ライジンというかな、超ライジン2の、フェザー級タイトルマッチね、はい、朝倉未来さん対、うん、ウガール・ケラモフ、ケラモフ、うん、の試合があったんですが、これちょっと結末はショッキングな ね結末でしたよね。まあ、この試合っていうのは、まあ、このライジンフェザー級タイトルマッチという形でね、行われまして、我々もお話しさせてもらいました、前回の、ね、王者のクレベル小池さんが、ね、体重超過という形で王座剥奪という形になって、まあ、そのフェザー級のータイトルを2人で勝った方がそのチャンピオンになるというようなことなんですけどもね、まあ、試合では、まあ、ケラモフが、まあ、片足タックルからテイクダウンという形、そしてマウントから肘を落とす。あの肘はちょっと、うん、見た目にものすごく怖いなぁ思ったんですけどね。怖いですね、肘ね、ちょっと危険なんじゃないかなと思って、ね、そうなんですよね。で、まあ、マウンドからね、肘をね、こう落とすケラモフに、うん、まあ、ミクルさんはね、立ち上がろうとするも、まあ、ケラモフは背後から、捉え、やや横からこうチョークスリッパって感じですね、うん、そして、なんと、もうそれで決め切って、まあ、ちょっと衝撃的でしたね。ミクルさん、朝倉ミクルさんはタップしている形 で、まさかの1ラウンド1本負けっていう形になったんですよね。これ朝倉ミクルさんがタップするっていうのは結構衝撃的な映像 で、ね、まあまあまあ、前回のね、クレベルさんに負けた時は失神したっていう形だったんですけれども、まあ、やっぱりね、安全面も考慮して、やっぱり、ね、危ないですし ね、 そ、 うですね、まあ、そういった精神は大事かもしれませんけど、やっぱり安全面を考えればね、酸素がね、脳に行かれる形なんで、まあ、そこも加味して、まあ、タップしたっていうふうにね、なんか賛否両論ありますんで、そういう部分も、まあ、それでタップしたっていう形で、おっしゃってたんですけどね、試合後に、まあ、そういう形で、戦前、まあ、朝倉未来さんが勝つんちゃうかっていう声が大きい中、まあ、結構圧倒的にちょっと負けてしまった、こんだけ朝倉未来さんが、ね、まあ、全く見せ場がなかった、ね、そうなんですよ、こんだけね、完膚なきまでと言いましょうか、本人もおっしゃってました、何もできなかった、反省するという材料も見当たらへん、その手前、反省するという言葉の以前に何もできひんかったから、何がっていうようなことがないぐらい、まあ、なんかもう心をちょっと折られたぐらい、ちょっと本人もね、ショックな形でしたよね。で、まあ、ミクルさんはね、朝倉ミクルさんは、まあ、ケラモフについてとにかく強かったですねと、まあ、この締める力、そして組み技の力が想定外だったと、ケラモフのこのフィジカルの強さっていうのをね、上げてまして、そしてまあチョークに入られる前ね、ミクルさんは立ち上がろうとしたが、まあ、背中がロープについていて、あの体勢から決まることはないと思っていました、立つ準備はしていたんですけど、なんかだんだん締まっていってと、まあ、このままこの体勢で決めきられへんやろうと思って、その立ってから次どうしようかっていう考えてたんやけども、なんとなくだん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 思ってたより力が強いということだから、この体勢から締められることはないと判断したんやけども、だん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 締める力が強くなってきて、まあ、タップしたという形、まあね、先ほど申しました21年6月の、ね、クレベル小池さんとの戦いで一本負けを喫した際には、ミクロさんはタップせずね、そのまま死を取り戻されたという形、まあ、今回はタップしたっていうこの理由について聞かれると、タップをしないこともできると、だけどタップしないで落ちることはまあたやすいことやとね、これ荒川ミクロさんがおっしゃるには、ただ前回タップしないことは良くないことだと、まあ、世の中や格闘技界の風潮があって、あそこでどうあがいても落ちるしかないんでっていう形で、まあ、今回タップした理由を、まあ、説明されておられました。まあ、自分でこう、もう死にたいになってるなっていう思ったんですね、だから多分もうこのまま締め落とされるだけやし、まあ、そういうふうなね、あんまりそのタップせへんっていうのを美化されるのもね、真似する人も出てきても危ないんで、そうですね、今回はもうこのまま、もう落とされるやろうと思ったらタップしたと。タップするのも、まあまあ、勇気がいることだよね。そうですね。まあ、そこも含めて、ひょっとしたら、心が折られてる部分もあったかもしれないですね。まあ、今後の進退はね、まあ、明言されてはおられませんけども、多分まあ、続けていくっていうね、格闘技を続けていくっていうことをおっしゃってましたけど、またその発表の動画もまだね、近日中に上げはると思いますけれども、ちょっとまあその敗戦のショックと言いましょうかね、でまあ大会ではね、まあ、ケラモフのふるさとアゼルバイジャン、はい、まあ、このアゼルバイジャンでも中継されたかな、まあ、だからケラモフはそういったのモチベーションね、朝倉未来さんというまあ日本で の、 その、ね、格闘界のスター、まあ、ただ対戦するという形、それがふるさとにも流されたってことかな、まあ、さらには今度アゼルバイジャンでのこのライジンの大会も発表されたということですけど、モチベーションがもう
すごくマックスっていう部分なんですよね。はい、まあね、ケラモフェのリベンジはっていうふうに聞かれても、もう今はそんな発言権は自分にはないと。とりあえずちょっと今後のことは今考えられないっていうふうにね、試合がおっしゃってましたけれども、まあ、YouTube 上ではちょっとまあ格闘技は続けていくとは思いますっていうような、まあちょっとそういったようなことにはおっしゃってたんですけど、ね。続けてほしいですよね。ただまあ、多分ね、この試合が決まる前、まあ、これケラモフと戦うっていうのも朝倉未来さん自身が、はい、名前を挙げて戦わさせてくれというような形、はい、でまあ今このライキのフェザー級で強いと言われている外国人がこのケラモフと、まあ、前回の王者のクレベルさん、はいはい、でまあクレベルさんにも前負けてますんでね、朝倉未来さんは、まあ、特に今回のこのケラモフに勝って、そして次のクレベル小池さんにリベンジして、そしてそのさらに上のステージ、まあ、その2人を倒したら、まあ、言うたら海外に出るということです。要は UFC に挑戦するというようなことも大会前におっしゃってまして、まあ、そういったようなこう格闘技のこう上より上のレベルへ、ね、こう挑戦するというようなこうモチベーションもおられる。で、今回の試合なので、まあ、内容がこういう形やったというのも含めて、結構ね、かなり昇進したかったような感じはありますけれども。もうまあ、今後のね、朝倉未来さんがね、どうしていくのかっていうのでね、もう日本でも有名人なんでね、そうですね、まあ、こういうふうにね、こう試合の中でこんなこうやったああやったってこう語られるのもこのスターの証しなんで、ね、そうですね、まあ、今後のね、朝倉未来さんのね、活躍をね、どうしていくのかっていうのをね、ちょっと注目していきたいですね、注目していきたいですね、はい、そしてね、またこの動画でコメントなどございましたらね、いただければね、幸いです。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。